介入されたい方からのご相談ですね。LP の作り方知りたいです。 LP、まあ、ランディングページですよね。いわゆる、先約を取るための、縦長の、まあ、ページです。まあ、これのヘッドコピー、ブレッド、まあ、サブヘッド、画像、ボタン、このあたりについてご相談いただきます。まあ、ヘッドコピーが一番重要ですよね。何しろ LP というのは、まあ、ここを見てもらえないと先読んでもらえないので、まあ、ここは気合い入れて、あんまり煽るよりもですね、事実とデータに基づいて客観的にですね、まあ、特に男性に対して男性がターゲットの場合はですね、事実と客観性に基づいてかかるっていうのが大事です。今もう煽りっていうのはもうみんな飽きてますので、でブレッドっていうのはこういくつものこう箇条書きの項目ですね。でサブヘッド、まあ、サブコピー、ヘッドコピーの下に来るものですね。まあ、ここもあんまりこう煽るようなことを書かないということですね。あともう全体で言うと画像ボタンもそうなんですけども、もうページ自体をもうコンパクトにするということですね。もう本当に縦長のは今読まれ